NCT のジェミンさんは、自分たちのアイドルがひどい扱いを受けたことに不満を抱き、すぐに大声で抗議した。 X のタイムラインでは、ハッシュタグジャイミンリザーブ SBZER がトレンドになっていた。ジェミンは日曜日1/11に X のタイムライン、 Twitter で突然トレンド入りした。どうやらこれはこの NCT メンバーがスタッフからひどい扱いと差別を受けていたとされることから始まったそうです。ジャイミンリザーブ SBZER とベヘアルとジェミンというハッシュタグはファンの間でも広く反響を呼んでいます。ジェミンのひどい扱い疑惑は、 NCT が中国の青島で監査委員会を行った際に明らかになった。他のメンバーはファンからのアイテムを使用することが許可されていますが、ジェミンはその逆です。出回った動画では、ジェミンはアクセサリーを身につけていない、何もしていないのに口を尖らせているところもカメラに捉えられていた。ファンはまた、エンターテインメントが意図的に特別な贈り物を受け取り、それをジェミンに渡さなかったのではないかと疑った。このスタッフの対応の悪さもジェミンのファンを怒らせた。彼らはジェミンにも他のメンバーと同様の待遇が受けられることを望んでいる。私は何も望んでいません。他のメンバーがファンと交流しているのを見て、ジェミンがどのように感じているか知りたいのですが、それすら許されていませんと、アカウント@NAJ_ をコメントした。面白いのは、そこにマネージャーがいて、彼はスタッフ全員のジェミンの扱いを見ているのです。しかし、ジェミンがどのように扱われているかを見ていても、彼は他の人のことだけを気にしています。とアカウント@JM_08は述べています。アカウント@OHM_NA08は、私がこのような扱いを受けるのは本当に悲しい。スタッフはどうするの？給料に恵まれないで。気をつけてねと述べた。一方、ジェミンに対する差別的扱いの疑惑は以前にも起きていた。2022年8月頃、ジェミンは NCT のスタイリストによるいじめ疑惑も浮上した。